サブチャンネル、ちゃんまーこと井上まーでございます。のみちゃんことのミルクの佐藤です。受け入れましたね、ついに。ということでございまして、いや先生今日も収録ありがとうございました。お疲れ様でした、ね。日曜日のお昼 J リーグ見てますか皆さんということで始まってんのかな、そろそろかな、まだかな今日 ね感じでしょうか、はい、ということですけれども、はい、先生にちょっと動画でいただいた、はい、J リーグを経ないでもうね、バンバン海外に今行ってますよ、うん、動画ご覧になっていただきましたでしょうかということでね。されておりますね。いや、めちゃめちゃ、やっぱりね、ワクワクする内容でございましたけれども。うん、ありがとうございます。向こうにやっぱ育成リーグがあるということでね。うんうん。J リーグが育てきれないんだったら全然ありだと思うし。うんうん。ただそのあれですよね、大学に直接もうお金支払われる時代になったっていう話でいくと、うん。これすごいなと思って。まあ大学の設備良くなっちゃうしね。うんうんうん。すごいいいことだなと思う反面ですよ。ええ。大学生に大学って選手に給料払ってましたっけ？払ってないです、ね。払ってないですよね。ええ。スカウトの時もお金払ってます？払ってない。入団の契約とかしてないですよね、お金。してないです、してないです。お金すげえたまらないですか？学校に。設備大きくするって言ったって敷地買うとか、そういうことになっちゃうよね。もう学校の周りに敷地が、ね、どうなっちゃうんですか？これどんどん、え？監督の車が変わった？みたいな。いや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 。でもほら、わかんないですよ。これもう、冗談ですよ。半分。うん。学校っていうのは、どうなんですか？チームはお金入ってきました。経理の人がいて。うんうん、チームの、まあ、ユースのお金使うとか、選手の給料に使うとかあるわけでしょ？運営費とか。そうだね。試合の運営費なんかありますか？高校に。大学に。まあ、ちったしはあんのかな？まあ、それはあるけどね。ね。まず、その監督に全額入るんですか？メンヘングラードバッハとかから。個人口座に入るんですか？俺は使うな。ビッグスラー入るわけじゃなくて、J リーグチームが契約金で、あ、J リーグクラブも払うんですね。うん、払うけど、そんなこと言えば。そういえば、そんなこと言えば。でも本当ちょっとなので、うん、それに関して言えば、うん、もう10倍から100倍ぐらいそのヨーロッパだとやっぱ変わっちゃうってところがあるからね。そういうことですね。あ、でもそもそも J リーグのクラブに入るときに、学校にお金って言ってんのか、うん、ちょっと入りますね。あ、そうな、これそれもなんか意識したことなかったわ。うん、でも、はい、まあよく考えるとだけど、代表級がいるような、うんうん、なんですか、高校とか大学、はい、めちゃくちゃ思えば金かかりまくるんですよね。あ、遠征とかね。遠征、あ、でもそういうのってだって遠征費って払うんでしょ、生徒が、うん、生徒の親なりが。でもだから上の方になってくると、あ、なるほど、スポンサーとかもつき始めてますからね。って言いますよね。うん、はい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 、なるほど。だからちょっとサッカークラブ化してるところもあるんでしょうね。まあだからそこ分かりやすくクラブ化宣言してんのか分かんないですけどね。でもいいですよね。そうですね。だし私も逆の言い方になりますけど、そんな頑張って育ててる先生は車ぐらい買っていいと思うよ。俺もそう思う。大事だよ、ちゃんとエアバッグ搭載されてるとか。なんかエアバッグ、いや、そう、じゃあその移動以外にもね、まあね、選手バスとか以外ってなると分かんないですけど、でっかい学校による先生の開拓滝が始まる気がするんですよ僕。指導者の、だってそうじゃん。いや、そうだな、その先生を頼って生徒入ってくるわけだよね。うん、うん、で実績がつく。あ、でもまあもうそんなのはとっくに始まってんのか、の結果が今なのか、うん。でさらにそれがだからもっとだからちょっとあれになるって感じはあるかもしれない。規模がだって海外からの規模になっちゃったわけだから、これだから野球を超えるんじゃないですか、そういう意味で。俺もそうだと思いますね。でも野球って結構そういうなんかこうなんつうの、わかんないですけど、癒着みたいな噂もあるじゃないですか、うん、そのキックバック的な。わかんないよ、そう以前ね、市場選手とかでありましたからね。ってなるとそっちの流れには当然なっていかないですからね。でもだからまず俺、はい、しばらくはまだそういうのは起こらないって、ね、今はチャンスですよ。うん、分かんない、ごめんなさい、全然あの実情も知らないのね。ちなみにね、まずあの一生懸命頑張ってくださってる方に対して、高校とか大学じゃないんですけど、はい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 、あのこれよくこう向こうに行っちゃうのは、その川崎とか鹿島とか、そこら辺は一旦置いとくと、はい、あの2年前にあの横浜 SC から斉藤幸輝くんが行ったじゃないですか。はいはいはい。でその時ほら横浜市海外に出したって初の事例だったわけですよね。ああ、そうなんですね。うん、で、はい、ほら下部組織からもいたから、すごい大きい額入ってきて、それも数千万円入ってきたらしいんですけど、それはやっぱりその何、あの練習場とかに当てたんですって。素晴らしいじゃないですか。この芝の設備だとか、素晴らしいじゃないですか。
でもじゃあなんでそのユース、しかもユースの方とかに結局そのフィールドオブ斎藤光輝ってこう火が立ってるかもわからないですね、それね、でもそれによって、はい、俺も斎藤光輝になりたいってなって激増したらしいですね。ああそういう立場というか、横浜 FC に行きたい、うん、ああそりゃそうだよね、うん、でもそういうことでしょ、クラブ経営っていうのはね、そういうことですよね。ああなるほど。でただ逆に問題だったのが、はい、あの伊東純也選手ですね、はい、伊東純也さんが移籍するときに、うん、あの JFA からあのその母校の伊東純也さんの母校に連絡が行ったんですよね、うんうん、はいはい、あの実はあのお宅がね、昔それこそ在籍してた伊藤純也君っていうのはその海外移籍でこういうことがありまして、 あなた方にあの1億円貼りますみたいな育成貢献金パーセンテージ、はいはいはい、で、はってなったらしい、その制度のこと自体知らなかったいやそれは知らないですよ、知らないよね、黙ってたら分かんないですよでしかもめんちょっとめんどくさいのが、うん、あの統合しちゃったんですって、統合、あ2つの学校が、そうだから、はい、もう伊藤くんが昔からやってた高校も違う名前になってるわけですよ。ああなるほど、うん、大変だこれは。だ結局、前校長の井上でございますが、大変大きな学校が入られたと伺っておりますが、果たしてこの学校母校と呼んでいいものでしょうか。僕最後の校長井上でございますバッグに余裕がございますけどはつって揉めんじゃないの、それ。そもそも学校に入るのかサッカー部に入るのかなのよ、うん、で一応ね、はい、まず学校、はいはい、そっちの方がいいと思うよ、うん、だってグランドは学校のものなんだから、そうなんだよ ね、うん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 、だこれだから俺怒りそうな、校長先生あいつのこと育てましたっけって言うけど、ね、俺が顧問だったら名前とか知ってましたっつってね、なんなら肩でぶつかられて廊下で舌打ちされたって言ってましたよあいつがって、僕が顧問だったら言いますけどね、それ育成後継になってますみたいな言いますけどね、いやいや、あのじゃあ半分でいいですよって言いますけど、ね、ほらね、こんな証拠冗談ですからねみたいなね、はい、だ俺ね、うんうん、これもう怒るだろうなと思ってることまさに僕は話します。なんでしょうか。要は、はい、あの今ねもうすでに起こってることからまず話しますけど、伊藤くんの場合っていうのはまずちょっと稀有な事例でした。もともとほら彼は世代別代表とかにもかかる選手じゃなかったから、サッカー部も強くないところだったので、こういうことが起こったのは多少仕方ないと思います。高校の話ですか。そうですね、うんうんうん、でだから伊藤くんの場合は結局いろんな部のユニフォームの新調とかそんな感じのことになったらしいってのあります。あ、それ素晴らしいね。よかったですよね、はい、それ素晴らしいね、はい、はい、うん、で今後起こることとしてあるのは、うんうん、こうやって数千万がもしかしたらほら毎年毎年手に入れられるかもしれない状況でしょ。いやそれ逆にも顧問だったら車買うのも怖いですよ。でもね、逆にね言われそうで、うん、俺さ、うん、あのほらまずあのほら明大中野とか、明大中野、はい、あとほら法政大学二高とか、うん、ありますね、その大学の、うん、その下のその高校中学とかってあるでしょ、うん、はい、要は大学の皆さんそっちに一気に金かけんじゃないかな、サッカー部。あーなるほど、うん、ああ、うん、いやでも明大二高だからですね、明大来るとは限んないじゃん。いや分かった。からそれをだからうまくやらせるようななんか、なんかこのほら教育でもほら中高一貫6年間のプログラムとかあるでしょ。やっぱそっかね、あ人気も高まるし、うん、高校強かったら、そう、そういうことか、そういうことなんかしてくるんじゃないかなって。あ、なるほどね。まだほら日本ってそのいくつかの高校はちょっと別格レベルのその施設持ってるところありますけど、言うて日本全体で考えてたら、いわゆるまだ土のグラウンドとかも全然多いわけじゃないですか、うん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 、ってなってったら、うん、もうそういうお金持ってるところがよりそういうところ設備に投資し、設備に投資し、すで、うん、に例えばあの高校、あの昌平高校とか、ちなみに中学小学部分持ってるんですよ、まず。ああそうですか。そう、はい、要は FC 昌平高校がいわゆるアンダー18っていうチームになってて、はい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 、その下でその FC ラビーダとか持ってたりするわけで、あの U15 枠としてとかで、はい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 、そういうことを今度からアンダー23枠っていうので大学が1個なんかやりながら、うん、そういうところなんかやっていくっていうのは結構感じないかなって、ね、一人の成功活躍がもちろんみんなの力ですけども、うん、その形にね、もので残っていくといいよ ね、 そうね、これはっきりさせてほしいね、僕が海外の選手だったら。ええ、井上マーフィールドとかね、うんうん、井上マーベンチとか、ええええ、ずっとどやられる感じで、ね、いいですよ監督が、僕が、ね、高校出てるとしたら、ね、監督のベンツの横にも井上マーって書いてくれんならいいですよ
そうね。ああ、すげえ存在、すげえ存在っすね。そら、クラブに帰ってきたらね、VIP でお茶ぐらい用意してほしいね。いや、そうだね。何ペットボトルなのチミって言っちゃうけど、僕だったらね。恩を忘れて。もうちょっと高い椅子ないのとか言っちゃいますけどね。どんだけちっちゃいんだよ、海外で成功してる設定なのに。はあ、なるほどね。でも、やっぱりそれは素晴らしいことですよね。この、サイクルが早まってるっていうのは。ただこの J の空洞化とかって、うんうん、ね、空洞化なんて言葉は僕は使いたくないですけど、空洞にはならないんだって他の人が入るんだから。そうだね。その分他の人はそこで成長するんだから。ね。そうだね。うんうん、なんかもとも、俺ね、これ本当、本当ね、これ聞いてらっしゃるその J サポの皆さんとしては何だってやっぱり思われるかもしれないけど、はい、俺はね、まずやっぱりすごいこれいいことだと思ってて、はい、なんか J 全体、だから J のそういうこと、幹部の皆さんだとかもそうらしくて、あと中村健吾さんとかも言ってたと思うんですけど、はいはい、今の日本の課題一つ言うんであれば、プロよりもプロになる前のところなんだって話があるんですよね。そのヨーロッパとかと比較してみても、いわゆるアンダー15とかの年代だったら、日本の方がなったら上だったはずなのに、なぜかその後抜かされてしまうっていう事実があったんですよ。で、その若年層のレベルが。そう。で、その一つが何かっていうと、そのプロになったところのその2年間、18歳、19歳、20歳のところで、トップリーグで出られない方があまりにも増えてしまって、そこに2年間で差がつくのが一つ。はいはいはい。じゃあ前から言われてたことですね。だからユースリーグみたいなのも作ろう、ユースというかね、アンダーリーグみたいなのも、コロナ前はね、しっかり計画してたわけですけど。でそしてもう一個あるのとしては、はい、世界といわゆる強豪の国と比べると高校年代あたりまでで抑えておかなきゃいけないその戦術頭の中に叩き込んでおかなきゃ戦術の勉強のところができてない、うん、なんかあるんですって、うん、でもだからほらセレストでほら風間さんとか17歳までにプロレベルを作るみたいな感じで今やってらっしゃいますけどだからそれはそういうことの一つなんだろうなと思うから、うん、こうやってお金とかがしっかり回るって絶対なってくるっていう風になることは、うん、その戦術とかも多分叩きこうねなんかこう残せるようなその新しい指導者だとか、ね、レベル高い指導者はそっちにもこう還元できる感じになってくると思うので、ね、うん、ちょっと揉めないためにも、うん、結局どっちのためにもなるんだから、そうね、で J リーグ見て育ってんだから日本の子供は、ええね、うん、これ NHK の受信料じゃないですけど、うん、見なくても電波入ってるわけですから、うん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 、ね、どうでしょう何割か J リーグにもそういう場合は入るようにしてあげたら変な揉め方しないんじゃないかなと思うわけですね。僕も言われないでベンツも買えるしね。ずっとベンツのベンツなんでずっと冗談ですからね。ね、だからそれ無理ですかね。こう一回一回、なんかまたそこでいろんなことが起こるから一回 JFA に入ってそこから分けるみたいな無理無理かね。ね、どうなんだろうね。だから なるほどね。いや、いいことですもんね、うん、だってそっちで育成っていうのは、ね、だから負けないように J リーグもこう育成のなんていうの、うん、環境っていうことになりますけど、そうだね、資本が大きいわけでね、向こうはね。そうだね。でも、うん、俺これが出てくるってなったらやっぱこれだけね活躍ができる選手がやっぱり増えてるって間違いないわけじゃないですか、はいはい、ってなってくると、うん、やっぱこのだからそのじゃ育成論みたいなその方法論メソッドが出来上がるでしょ、うん、これを今度じゃあ東南アジアのチームだとかにこうなんか渡していく、そこでなんかまた提携関係作るとかなってきたりすると、うん、またそのでもすることもね、そうなんかよりなんか広がっていくんだろうなと思うし、はい、なんか日本サッカーやっぱまだまだ数十年にわたってなんか楽しそうだ気がするなってやっぱりなんか思いますよね。そういうことですよね。ただ普通に進んでいきますと、J リーグ何連覇したチーム。と同等の施設か、うん、それ以上の施設を明治大学と広告広報が持つことになりますよ。ここ10年ぐらいで。か、わからないです。その指導者たちが、ね、どっかに呼ばれて、ね、今、何もない敷地に巨大な高校が建っているかもしれない。新しい名前の。ね。なんか大変なことになってから、ね、そうなってくるとそういうことですよね。そういうことですね、うん、どうなるんだ、甲州高台が夢見たような10面グラウンドの高校できてるかわかんないですよ、ね、夢見たとかやってたみたいな。いやーどうなってくんだろう ね、全てサッカーを愛するがゆえにですね、ジョークとして、応援の意味でもね、素晴らしいな、日本のサッカー良くなってるなって意味で喋らせていただいた15分でございました、うん、ありがとうございました、ね、苦情はノーミルク佐藤さんまで俺かい。
止めきれなかった、止めきれなかったトガでね。ということで皆さんどんなご意見でございましょうかということでね、はい、あの何よりその前の動画、うん、あの表の方見ていただいて、朝の動画もね、はい、見ていただいて色赤で見てください。はい、お願いします。ということで、はい、また明日ね。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのご意見もお待ちしております。コメント欄にお寄せください。何でもいいです。じゃあね、またです。